セリウム。セリウムは原子番号58の元素で、元素記号はチェ、柔らかく、銀白色の塩性に富む金属で、空気中で容易に酸化される。セリウムは気取る元素として、最も豊富に存在して、地殻中に質量パーセント濃度で0.046%含んでいる。様々な鉱物中で見つかり、最も重要なのは、 モナザイトとバストネサイトである。セリウムの商業的な用途はたくさんある。触媒、排出物を還元するための燃料への添加剤、ガラス、エナメルの着色剤などがある。酸化物は、ガラス研磨剤、スクリーンの蛍光体、蛍光灯などで重要な成分である。セリウムの名は純惑星ケレスにちなんでいる。同じ年に別個に発見されたため、第一発見者をめぐって、 国家間の論争を招いた最初の元素となった。1803年、スウェーデンのイエス・ベルセリウスとイルヘルム・ヒージンガーが、スウェーデンのバストネス鉱山で、イットリウム鉱石の探索中に未知の酸化物見出し、その頃発見された、純惑星、発見当時は、惑星とされていたセレスにちなんでセリアと命名された。同年、ドイツのマルティン・ハインリヒ・クラプローとも、 同じ鉱山で新元素を探索した結果、新元素を発見し、その正常から黄色い土という意味で、テールオクロイトと命名された。その後、学会で名称として、セリウムが採用された。灰色がかかった銀白色の金属で、常温、常圧での安定結晶構造は、免震立方合子構造、FCC、ベータ型だが730以上で、 耐震立方合子構造となり、低温では、六歩細密重点構造、HCP、α 型、さらにマイナス150以下で、再び免震立方合子構造が安定となる。比重は6.77、油点は 804, 沸点は3470で、油点と沸点の開きが大きいのが特徴。空気中で酸化されやすく、次第に酸化セリウムとなるほか、 加熱すると160で発火する。水にはゆっくりと溶け、熱水と反応。酸、無機酸には、液用。アンモニアにも溶ける。原子化はプラス3、プラス4、ランタノイドで唯一4化が安定なのが特徴。モナズイシ、モナザイトや、セルイシ、セライトに含まれる。最も存在量の多い気土類元素だが、資源としては90%以上中国が、 産出している。金属セリウムは空気中でゆっくりと変色し、150で速やかに燃焼し、酸化セリウムが生成する。セリウムは非常に電気的陽性で、冷水と穏やかに熱水とは速やかに反応して、水酸化セリウムが生成する。金属セリウムはすべてのハロゲンと反応する。セリウムは気流酸に速やかに溶け、 無色のチェイオンの溶液ができる。このイオンはチェのような作体として存在する。セリウム塩は赤橙い色か黄色である。一方、セリウム塩は普通は白色か無色である。両者とも紫外線を非常に吸収する。セリウムは無色のガラスを作るのに使われ、ほぼ完全に紫外線を吸収する。鋭敏な定性的な検査により、 セリウムは、気土類の混合物から容易に検出できる。アンモニアとカハロゲン酸を、ランタノイドの水溶液に加えると、セリウムが存在すれば、特徴的なアン化色に染まる。セリウムのトリウル、酸化数はプラス2、プラス3、プラス4の3つある。プラス2の状態は珍しく、チェイ、セイ、セスなどで見られる。最も有名な化合物は酸化セリウムで、 ジュラー、エスルージュとして使われる。適定で使われる二つの有名な酸化剤は、硫酸セリウムアンモニウムチェと硝酸セリウムアンモニウムチェ、別名、キャンである。セリウムは塩化物も,も作り、塩化セリウムケックルは有機化学でカルボニル化合物の反応に使われる。他の化合物は以下の通り。酸化物が研磨剤として用いられるほか、ガラス添加剤、 成功原料、触媒としても使用される。化学反応における酸化剤としての用途は、使用量こそ少ないが非常に重要である。レアアースであり、資源としては中国、旧ソ連、アメリカ、西オーストラリア、インドの埋蔵量が多く、日本でも少量を産出する。鉱物としてはバストネサイトイ、モナザイト PO が主体であり、 それぞれ酸化セリウムとして50%弱と最も多く含まれている。産出量は約90%を中国内陸部で自鉄鉱副産物の複雑鉱石から生成されるものが占めており、次いでアメリカ、旧ソ連、インドとなっている。中間製品の輸出国としては他にフランス、台湾も挙げられる。汎用研磨剤としてはアメリカ産はストネサイトをそのまま参加。 粉砕し、流度分球したものが用いられている。その他、賠償したバストネサイトを塩酸浸出し、タノキ土類と分離したもの、モナザイトを火星によるアルカリ性リン酸鉱物であるためする雰囲気で利用が遅れた。水酸化物を塩酸抽出したものから酸化セリウムなどの化合物が製造され、各種用途に用いる。溶融電解や金属カルシウム還元により、 金属セリウムが得られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。